はようございます。久しぶりなんですけど、実家に今帰ってきていて、でブログのノートの方にも書いた方には書いたんですけど、しばらく引きこもり生活をすることになったの でなるべく毎日動画を、できればライブの動画をやりたいなと思って、はい、思っています。ノートを書くのをやめたので、たくさん動画を撮れたらいいなと思います。で、今日は久々に実家に帰ってきて、そう、オラクルを引きたいんですけど、この前結構弾いてたコンタムオラクルを久しぶりに弾いて、これは本当にすごいぞと改めて思ったので弾きたいと思います。で、今まで1枚だけ弾いてたんですけど、ちょっと今日は2択みたいな感じで2枚弾きたいと思います。なんで見てる人はどっちかを選んでもらって、でそこでメッセージもらうということでお願いします。ちょっと初めてなのでちゃんとできるかわかんないですけど、やってみます。で、今日のテーマ、なんとなく私自身が今すごい変、ずっと流れ的にそうだと思うんですけど、すごい変化の中にいるし、変化の時だなっていうことを自分で身をもって感じているので、多分同じように感じている人もいるのかなと思うんですけど、その、変化にあたって、変化、そう、何か変化、難しいな、変化をテーマに、この今の変化の時っていうのをテーマにちょっとメッセージを言ってみたいと思うので、自分自身のそういう変化っていうところを感じながら選んで聞いてもらえたらと思います。はい、じゃあ2枚引きます。前引きました。よし、私も選ぼう。よし、じゃあ字が1枚目、1枚目、こっちが2枚目。はい、1、2、どっちか選んでください。どっちもでもいいけど。よし、これはすごい。
1枚目これです。スピリット The Healing Light。なんだ、なんかすごい鳥が、カモメみたいな鳥がすごい勢いよく飛んでるので、なんか勢いを感じるんですけど、自信を持って大丈夫。っていう感じがします。この女の人の顔。顔をよく見てください。自信を持って大丈夫。この地球みたいなのを手に持ってて、この人雲の上にいるし、で山みたいなのがあるんですけど、で多分この山めっちゃ高いんですけど、この人雲の上にいるから多分すごい、そのこの山が山じゃないです、山じゃない、例えば障害とかに見えるものがあっても、実際この、まあ、視点を変えれば、で視点を変えればだし、自分っていうものの捉え方、自信、別に自信なくてもいいんだけど、そのできるって思う心持ちか、できないって思う心持ちかとか、そういう考え方、捉え方によって全然変わってきますよ。こういう雲の上で、山はものともせずみたいな捉え方もできますよっていう感じがします。はい、とヒーリングライトって書いてある。なんか存在そのものが癒し、そう、癒しっていう感じがします。なんで別に何か癒しとかを求める、外に求める必要もなく、自分の存在そのものが、そう、命そのものが癒しっていうこと、はい、を感じます。はい、以上 The Healing Light、 一番を選んだ人。はい、では続いて2番、私はこれを選びました。よし、ハッピーサクセス、ハッピーサクセス。すごい、あんまり言うことがない気がするですけど、説明不要。ハッピーサクセス、これ片手、あ、両手にこの男の人が何か持っていて、こっちはハートなんですけど、こっちは多分お金を持ってます。まあ成功するよっていうことだったけど、物質的なことも
精神的なことのもこうどちらも得ることができますよっていう、めちゃくちゃいいカード。あんま言うことないな。なんかこの人ちょっとシャツが乱れすぎててちょっとおかしいんですけど、おかしい感じ、なんか成功なのにこんな感じってちょっとダサい感じなんですけど、なんかそこがいい。あんまり何か そのなりふり構わなさが成功の鍵だということで、はい。あとこれはすごい開けた場所で、お花がここにちょっと咲いてるんですけど、それ以外は何も物がなくて、物がないんですよね。なんでやっぱりこの人自身の内側にある、なんか内側で感じてるっていう気がします。その成功っていうのは外から形になってるかもしれないですけど、外からあなた成功者だねって言われてるとかじゃなくて、やっぱりこの人の内側に全部あって、自分がいいって思えるか、これは自分自身の成功だって思えるかどうかってことなを言ってるのかなと思います。はい、以上、ハッピーサクセス。はい、こんな感じで今日の2択は終わりたいと思います。長くなりました。こんな感じで毎日動画をやりたいと思います。はい、おう、ちなみにバックカードがこれでした。ちょっと素敵なカードなので見せます。Kindred Partnershipパートナーシップ、めっちゃいいですね。はい、じゃあ終わります。それでは良い一日を。